じといらねえ。どうも、こんにちは。ホッシルの青汁です。違う、そうじゃない。ホッシルのネクいや、ギギギだぞ。よしねー、来ました。ちょっとね、俺怒ってます。舐めてるやつ、俺、歌舞伎町にねえ。あ、言ったってくれ、お前、代わりに。誰が舐めてんだよ。言ってみろよ。とはいや、違うだろ。誰、知らんふりすんなよ、お前。ここほらほらほら、誰、青汁さん。うわ、悪い。この悪いな。俺らは別にそんな感じのことない。ってことでね、ちょっとめっちゃ DM 来るんですよ、僕。来ます。青汁さんがね、ツイッターでかなり来たわけですよ。うん。そしたらもう、どうにかしてくれよと。ホスト舐めてると。あとはやっぱりもうホストに通われてるお姫様たちからね、もう怒りの電話がお店に来てはないんですけど。来てないんかい。DM とか来るんですよ。来るな。ってことでね、もう、行く。もう行くと、もう他のね、学校さんも来てるんですけど。突撃いたします。突撃、ね、隣の晩ご飯ちょっと気まずいけどね、ちょっと緊張するな。どんなやつかわかんないし、見に行こう。いいか、行こう。あ、行こう。見て、めっちゃ明るくない？大丈夫これ。見て、これ社長ね、アイさんです。違う、切れたまたまじゃん。じゃあ、行きましょう。はい。明るくね、めっちゃ。牛島君が作者や。てかさ、俺らさ、他のホストクラブ来るの初めてじゃね？ね、めっちゃええ匂い。本当だ。俺ら、これ案件500万もらってこう。くせえ、嘘つくの、見えはんない。案件来ません。あ、ちょっとあいつ呼ばんと。せーの、頼もう。他の人たち見ると怖いね。あれ、来た、ちょっと映してくんない？来ましたよ。あの青汁さん、看板の人じゃないですか。あの青汁王子なんだ。ツイッターでね。ツイッターでも。いや、だってなんかそう文句言ったから。ちょっともう色が教えてやろうかと思いますから。今日はちょっと青汁さんに会いに来ました。でも看板よりイケメンじゃないですか。あ、なるほど。いいやつじゃねえ。帰ろうか。帰ろう。ちょっといいっすか、話。何しに来たんですか。いや、説教ですよ。クレームがすごい入ってるんですよ。すごいんだから。ホストの来る女の子たち、身長高すぎとか来てるから、いわゆるホス狂いから。あいつ何なんだ。あいつホス教みたいな、あいつかっこいいな、顔。せっかくなんで、どうぞどうぞ。あ、いいですか。ぽいよ、ぽいよ。めちゃくちゃちっちゃいやん。言ってるやん。めちゃくちゃ高いんだけど。来ましたね。高いな、身長。めちゃくちゃイケメンやない。ちょっと聞くな。なんか結構ツイッターでね、知ってます、僕がなんて言われてるか。何？殺せって言われてる。いいっすよ。だって僕来ましたもん、殺せって。刺せよ。違うでしょ。刺すぞでしょ。それはね、言い過ぎ。なんだよ、ホス教みたいな。いや、言い過ぎ。ホス教って言わないで。ホス教が世界で一番嫌いなんで。なんでホストしたの。ホストがそんなこと言った。あかん。だってホス教が怖くないですか。いや、もう始めたばっかで、なんか1日目300万以上ね。まあまあ、すごいけど。深めて400。俺、意味がわかんないから言ってるけど、だからって。でもホントビッグのせいで超目立ちてるから。でもまあそうだって、すごいそっちからホス教来るもん。まあホス教の俺が先だもんな。まあそうだよね。まあでもまあ、ただ言い方ってもんだよね。いや、俺はいいよ、いくら言われても。いろんな人のさ、来てる姫とかいるんですよ、やっぱり。ああ、れは何だろう。姫っていうのが僕好きなの。いや、お姫様ホストクラブじゃん。もうじゃあ女の子、ホス教そんな可愛い。ホス教って言うな、ホス教って。そんな可愛いと思えない。可愛い、みんな可愛いよ。姫様なんだから。僕はちょっと負けないな。ダメだ。負けないじゃない。立たない。何も負けないだろ。立たないでしょ。そのホストの名前は何なの。まず三崎エチュール。エチュール。まず何だ。いい名前だな。エチュール。アイジルでしょ。アイジルでエチュール。すごく店の中で従業員がエチ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 って言ってます。エチエチでよかった。歌舞伎町で流行っちゃって。僕やっぱいっぱいエチしたいな。立たんのに。どんなイメージなんですか、ホスト。逆に確かに可愛い女の子と高いお酒を飲んでお金をもらえてエッチもできる。最高じゃないですか。ぶっちゃけ間違えてないです。間違えてはない。エッチって言うの。でもやっぱりディスっちゃいけないですよね。そうよ、それは間違いない。僕やっぱ、僕お高いホストなんでやっぱ客選ぶんですよ。だからホストとかちょっと大した金使わないし選んでいかな。選べる立場じゃないから。本当だよ、新人だろ。まだ何日目ホスト。え、今日目か。ふざけんな。すごい売れてる。まだ。ちなみに俺は二人とためです。同い年。あ、そうなんだ。この場合だからお前が偉そうにすんな。すいません。あれ、早折れるの。打ち上げちょっと全部教えてほしいんですけど、ホストってどうなんですか。大変か。僕は今のところ2日間やって超楽しいし、こんなテンションないと思う。俺は楽しいからやっぱ長く続けてますし、13年ぐらいやってるんで楽しいですけど、まあ言ってること全部間違いないんですよ。まあヘッジできる。確かに。ヘッジしたんすか。ヘッジ結構多いし。
ね、じゃあなんでホストになろうと思ったの？エチルは、エチル呼び捨て、エチルは僕の幹部の方から、僕今焼き鳥屋さんで前職やってるから、はいはい、見てた、クビになって DM 来たの、はいはい、でちょうどいろいろ落ち込んでて立てなかったり、いろんな問題が起きた時なので、いやぶっちゃけこれホストになったらエチルできますかって聞いたら、いやエッチのためにそれを武器にしてる人もいますよ。ちょっと待って、ホストになんなくてもできるでしょ。そうよ、いや、やっぱ出会いがないんで、そしてちょっとじゃあやってみようかなと思ってやったんです。でも楽しくて転職ないんじゃねえかでもそんなこと言ってたら私無理かもって自信なくなっちゃいますよ、女の子が。いやそうです、来なくなりますよ。来ようと思ってる子が、そうそうそう、来なかったね。じゃあ私可愛くないから来れないわってなりますよ。可愛くないってやろ。おいおい、ホスト向いてないっす。やめさせよ、あれ普通のチャラを、あれやめさせよ普通のチャラを。これ変えるためにどうするか。そうですね、まあ、だからまあ今教えた通りですよね。まず客とか言ったらダメですよね。そう、お客様です。姫、おお姫、そう、お売れた、覚えた、覚えた、これで姫、これで売れた、これで200増えた、姫が。あ、でも話せば分かってくれる、分かってくれるよ。で、やっぱり知らないホストに喧嘩っちゃダメですよ、やっぱり。そうです。それはごめん。おお来た来た来た、やっと分かってくれる、構成し始めたまあでももう一つですね、やっぱエッチしたいのは分かりますよね、まあ、言わない、公言しちゃダメ、それ言っちゃダメですよ。だって見えますもん、未来がお客様とエッチしてきましたっていう画像が出るか、俺は見えます、そのうち出る、見えますよ、上半身裸で。そう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 、やばいでしょ、いやいやいや絶対やる人、やる人に面白いわそれは、やる人、俺は面白い、それをやる人じゃないか、ね、なんかお金持ってね、お金たくさん使ってくれたのでエッチしてきました。おお、いいね、いいね、やりたいわなんで欲しがってんすか。じゃあ僕本当にやる、本当にやりたいことがあって、本当ホストになってたの夢が2個あるんで、絶対近日中にやりたいのが、1つ目が熱狂的な色恋をしてるんですよ。あ、まあ、プロじゃないとね、まあ、それここまではっきり言ってたら逆に確かに可能性もありますね。で、はい、で、嘘つけるんですか。好きとか言えるんですか、嘘で。お金を求めたい。じゃあ、まあ、好きをいろいろ、じゃあカメラに向かってね。あ、もう一つ聞く。あ、そうだね、もう一つ目が同業ってさ、キャバ嬢と仕事終わりに落ち合いたと。ちょっと待って、え、アフター、遊びたいだけじゃん。アフターとかじゃなくて、お互い仕事終わったねって内緒でこう会うっていう。あ、お客様との関係とかじゃなくて、お客さんとじゃなくて同業の人とお互い今日も使ったねみたいなので会いたい。いいと思う、夢は。遊びたい夢なの。別に怖いよ、キャスターとして一番カスの。いや、でも男としての夢は間違ってない。結構夢ですよ。ただそのホストになんなくてもできんじゃないか。そうそう、ホストになんなくても確かに、そんなありますけど、多い多い、でもやっぱりそれはなっていうのは、お互いの気持ちが分かんない。ああ、経営者だったでも同業として今日じゃ売り上げいくらだったとか、なるほどなるほど、嫌だって言われてないとか、それは不特定多数だ。もちろんその悩みとかね、話し合った後、その後何するの。おい、エッチじゃないでしょ、最終地点そこじゃ結局ダメだ、面白いわカメラに向かってさ、その色恋すごい自信があるんだったら自信もないけど、まあエチルの、ね、その口説き文句みたいな見たいですよね。見たいな、できんの、できんすよ、そのできるっしょ、ほんとに俺はあるから、で俺が青白文字だったらの、おお、え、先やっていい、やりたい、やりとりよ、お手本見せてあげて、お手本ね、はぁ、お前、一生俺の青白飲まないか、これですよ。いやいや、ちょっと大丈夫、あれ大丈夫ですか、怖っ、大丈夫ですこれでしょ、絶対やりたくないよ、なんで、すごいね、味噌汁とかけたわけですね。そうそうそう、それよ、 OK、 おー、来ました、それじゃあ、お願いします。俺と一生会を使ってエッチするエッチじゃん、結局こいち、エッチこいち、エッチ広いエッチまあでも、話した感じはね、まあいいんですけど、やっぱりもう一個だけお願いがあって、ホス教で言ってくださいよ。あ、なんて言ってるんですか。歌舞伎町から出てけゴキブリだろ、ゴキブリマジそれはちょっと口悪いな、センスある女の子たちもね、ちょっと口悪い。まあでもそれは確かに、俺も大輝がこの前ツイートに書いてましたけど、一人の人をみんなで責めるのは良くない。そうそう、良くない、良くない。ただ、舐めすぎ、ね、舐めすぎ、反省したんで。なんか、歌舞伎町も関わるまで多分、ツイッターにも書いてたけど、怖さ知らなかったんですよ、多分。あ、なるほど。で、関わって、え、でもあれ前、どうせ2日後ぐらいにウェイウェイとしてるよ。してるしてる、もうバレバレよこれ今だけ、ね、無理だから、無理。
はい、ってことでね、じゃあ俺らも結構話したから、はい、分かってくれましたよね。いやもう、分かりました、触れるために今回公言しててください、はい、そうだよね、これ僕が話して分かったこと、はい、すみません、まあ3つぐらいまとめてください、うん、今回本当に勉強させていただきました。はい、ミルキエッジル、売れる放送になるために参加像、おお、まず、第一役者はお姫様、そう、お姫様、様までいいね、こういう姫でいいね。第二条、はい、知らないホストをディスらない、仲良くする、まあまあ、全員ですよ、人情はみんな仲良く、友達としては仲良く、最後は、はい、ブスは泣かない、違う、おいおい。なんか、ここのお店、うん、もうすぐあのビルの老朽化で取り壊されちゃうらしくて、すごい老舗で店内がね、歌舞伎一と言ってもいいぐらいゴージャスな、案件っぽいわ。ちょっと見ましょうか。案件じゃないです、お金もらってないです。500万もらってます。いや、もらってない、もらってない、500万もらってます。見て、息子がおる、すごい、すごくない、すごいな、ポルナレフ、いや違う、ちょちょ、すごい、これ見て、あんま気まずいからいけないけど、すごくない？すごい。え、ちょっと待って、エッチが、エッチな銅像がある、エッチだな、エッチ、すごいわ。ミーアキャットいっぱいおる、ミーアキャット、違う違う違う、だとしたら短いな足見て、めちゃくちゃ長い空気清浄機、でかっ、長いな、あ、これインストじゃん、お前マジ自分の店ぐらいすげえするな。お前違う違う、使い方違う、3D になっちゃってるから、人のお店やから、お前マジ、そうそう、一応遠慮しとかって。いや、すごい綺麗だ ね、 すごいね、これがまあ日本の文化ですからね、ホストクラブは。すごい全体的な感じすごいよね、ほらめちゃくちゃすごい、見てこの浮いてる感じ、いや浮いてない、浮いてない、浮いてない、あ、いやめちゃくちゃ違和感ある、いやないね、すごい。それでは、はい、帰ろう帰ろう、帰りましょう、すいません、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。